皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんからいただいた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心理カウンセラーである渡辺夫婦がお答えしていきます。はい、今日もいただいたご相談にお答えしていきます。ぜひね、最後までお付き合いください。はい、じゃあ、早速ね、レターをご紹介します。栗モンブランさん、はじめまして。はじめまして。いつも更新楽しみにしております。私は現在37歳の独身会社員かっこ女です。37歳女性独身会社員の方。もともとコミュニケーションを取るのは得意ではなく、自己肯定も低いし、ネガティブな性格です。会社と家との往復で気づくとこの年齢になっていました。周りは結婚子育てに忙しそうで、私だけ新社会人の時から時間が止まっているようで、このままではダメだと思いました。行動しなければ何も変わらないみたいな言葉がありますが、お恥ずかしい話、何をどう行動したらいいかわからないです。もしお二人がカウンセリングをしていて、このような相談があった場合、どのようにお答えしますか？お体にお気をつけてお過ごしください。長々ありがとうございました。はい、こちらこそレターありがとうございます。栗モンブランさんですね。はい、もしお二人がカウンセリングをしていて、このような相談があった場合、どのようにお答えしますかとあるんですが、これが実際のカウンセリングやったら、もう栗モンブランさんのお話をとことん聞かせてもらいます。もうこのね、レターじゃ到底足りないと思いますんで、もうたっぷりと、お話ししていただくところから始まるかなと思うんですが、まあ今回はね、配信なので、僕からね、質問することはできないので、いただいたレターの中からね、お答えしていくことしかできないんですが、まあでも正直ね、ちょっとカウンセリングとかもおすすめかなって思います。で、それをね、僕がお話聞ければいいんですが、今現時点ではね、一部の方に、こう、順次ね、カウンセリングをお伝えしているという状況で、ちょっとね、なんかこう、皆さん受けていただける状況ではまだなくてですね、はい。順番にちょっとご案内しているっていう段階なので、僕はね、直接お話聞けるかどうかっていうのはちょっとわからないんですけども、まあ、すぐはね、難しいかもしれないんですが、まあ、なんかそういう機会も作れればなと思いながら、まあ、もしよかったら、ちょっとカウンセリングとかね、受けてみられるのもいいかもしれません。で、あとはね、僕らが最近やってます、心のシェア会というね、まあ、オフ会の方に、ご参加いただくことで、また何かちょっと新しい、それこそ行動になるかもしれないですね。うん。でですね、まあ、レターに戻らせてもらうんですけども、そうですね。周りは子育て、結婚に忙しそうで、私だけ新社会人の時から時間が止まっているようで、このままではダメだと思いました。今ご自身時間が止まっている感覚なんですよね。新社会人の時から、しかも私だけで、周りっていうのはちょっとどなたを指してるかわからないんですが、もしかしたら今までのそのお友達であったり、同僚、職場の同僚であったり、まあ一般に言う世間かもしれないですよね。は結婚子育て忙しそう、私だけ時間が止まっている。逆に言うと、周りは時間が進んでいってる、人生をね、歩んでる。でも私だけその歩みを止めているっていう感じなのかな。で、このままではダメだ。ね、時間が止まったばかりではいけないと。どうでしょう、結婚子育てっていうワードが出たんですけれども、結婚しなければならない。ね、子供をね、作って子育てしないといけないっていうふうに思われているのかな。それとも、結婚したい、子育てしたいけれども、今現時点でそれが叶っていないっていう感じなのかな。両方あるのかな。結婚できていない、子育てね、子供もいないっていう今の現状に対して、なんかご自身はどんな言葉、どんな気持ちが湧いてきますか？でね、レターの中に、行動しなければ何も変わらないみたいな言葉がありますが、お恥ずかしい話、何をどう行動したらいいかわからないですってあるんですが、僕的にはね、栗モンブランさんはいわゆるその行動っていうのは、なんかこう自分の外側にある
具体的な、なんかこれしようとかあれしようっていう、そういう行動が今必要なのでは必ずしもないんじゃないかという気がします。例えばその行動が結婚やとして、じゃあ婚活してパートナー見つけたら自分の止まった時間が進み出すのか、自分だけ取り残されてる状況から肩を並べることができるのかね、子供ができたら自分の人生は時が進み出すのかっていうとどうですか。結婚が解決してくれる、子供ができたら万々歳、何もね、今のモヤモヤ悩みはなくなるっていう風に感じますか。僕はそうじゃないんじゃないかなと、そんな気がねちょっとするんですよね。だから行動って、なんやろ、目的あっての行動っていう側面もあるかなと思って、でクリモンブランさん、その目的とか目標とか、なんかどう自分がどう進んでいきたいかっていう、どうしたいか、自分の人生は自分のもんなんでね、どうしたいか、周りはね、そら結婚子育てしてるね人も多いでしょう。でも自分はどうすんの、どんな人生歩みたいの、結婚したいは結婚したいでいいですし、いや私は別に結婚したくないよかもしれんし、なんなら人生別に結婚と子育てだけじゃないですからね。お仕事もそうやし、仕事以外の趣味、日常、お友達、家族との付き合い、ね、いろいろ、ね、いろいろあっての人生じゃないですか。で、じゃあ自分どう生きたいのっていう部分が、こう、まあ、はっきりまでしてなくてもいいですけど、でもこう、なんとなくモヤモヤしてる、時間が止まってる感じっていう中で、じゃあ行動だけしようってすると、どこ目指してその行動するんですかみたいな、ね。なんか目的なくとりあえず走り続けますみたいな感じになるのかなって思って。それはね、ちょっと、まずね、その進む、行動する、具体的になんかアクションするの前に、ご自身のお気持ちをちょっと整理しませんかとか、ご自身のお気持ちもっと見てあげませんか、立ち止まってね、見てあげませんかっていうのが、なんか正直な、感想というか、レターを読ませてもらっての思いですかね。それは確かにね、新社会人の時からずっと時が止まってる感じ、をね、感じられてるわけなので、早く時間を進めたい、動き出したい、いつまでもね遅れを取ってるわけにはいかないっていうね気持ちもわかりますよ。ただそのね具体的な行動の前に、自分はどこに進みたいんか、今どう思ってんのか、どんな気持ちなんかね、人生どうしたいのか、もしもやもや引っかかるものがあったらそれって何なんだろうかというのを、まあ、丁寧に見てあげる時間を作ってでもいいのかなーっていうのを思いましたね。まあそれがカウンセリングであったり、あるいは僕らが最近やってる心のシェア会っていうグループでの、まあグループカウンセリングのような環境になるんですけど、そのオフ会っていう形で開催してたりするので、まあそういうところでこう自分の心にこうアクセスするみたいな体験を、なんかしていただければどうかなっていうのは思いました。はい、クリモンブランさんもね、お体を気をつけてねお過ごしください。レターありがとうございました。はい、それでは続いての方です。大輝さん、由美さん、こんにちは。こんにちは。先月よりメンバーシップデビューを果たし、ドキドキしながらレターを打っています。いつも楽しい配信をありがとうございます。ありがとうございます。早速ですが相談です。仕事の後輩との付き合い方について悩んでいます。昨年入社した後輩が指導中ふてくされる、同じミスを繰り返す、当日の急な欠勤が多い、飲み会の翌日はかなりの確率で体調不良のためお休みとの連絡が来ますそうなんや飲み会の翌日はってことは、その会社での飲み会の翌日なんかな。なんか余談なんですけど、僕も新卒で会社員してた頃は飲み会もまあたまにあって、でね、なんか二次会とか三次会、まあ三次会まではないかな。まあでももう終電間際とか、もう終電超えてみたいな時もあったかな。なんかそういう会社の人らと飲み会あるみたいなんで、それ平日とかにもね、普通にあったりするんですよ。で、みんな夜までわーって飲んで、んで、お疲れさんしたって帰って、ほんでもう6時間後ぐらいにはもう、
あのオフィスいますからね。あれは大変やったな。でもみんな、まあ、若干ちょっとお酒残ってる感覚もありつつ、まあでもね、それは欠勤とか遅刻するわけにはいかないんで時間通り来るんですけど、みんなおはようございますとか言って、なんか昨日の酒残りながらね、おはようございますとか言って、まあ定時にはこう出社してみたいな。まあね、ちょっと飲み会の翌日の仕事はちょっとなんかしんどかったなっていうのをなんかふって思い出したんですけど、まあまあ後輩は、当日の急な欠勤が多いと。うん。で、その他書ききれないほどいつも職場内で問題を起こしています。問題を起こしている。昨年度より業務が多忙になり、みんなで協力して仕事を回していかなければいけない状況なのですが、責任感のない業務態度に仕事を任せることもできず、他スタッフとの業務量にも差ができ、周りのモチベーションにも大きく影響しています。うん、後輩の仕事量が少なくなってしまってるんですよね。うん、正直自分もいつまで後輩のためにフォローに回らなければいけないのかとモヤモヤしてしまいます。仕事への向き合い方は人それぞれなので仕方ない部分もあると思うのですが、モヤモヤを感じずに働くためにはどのような心持ちで後輩と接すればいいでしょうか。何かいいアドバイスをいただけると幸いです。よろしくお願いします。はい、レターありがとうございます。メンバーの方の匿名さんですね。はい、ありがとうございます。まあお仕事してるとね、手のかかる後輩、手のかかる部下っていうね、問題はつきものですよね。もうね、なかなか人間関係なんでね、こうもっとこうしてくれたらいいのに、ああしてくれたらいいのにっていう人と、まあ仕事でね、協力しないといけない。まあそれは上司とか先輩でもそうですよね。嫌な先輩、嫌な上司ともうまくやって いかなければならない。まあ仕事ね、職場ね、こうみんなとこう複数人と協力してね、回していかなければいけない以上、ちょっといろんなトラブルはどうしても発生してしまいますよね。まあそんな時、できればやっぱモヤモヤせずね、円滑に円満に業務をね、回していきたいところなんですが、どうしていきましょうと、いうことなんですが、まずね、お伺いしてみたいのが、まあ正直自分もいつまで後輩のためにフォローに回らなければいけないのかと、モヤモヤしてしまいますってあるんですが、このね、モヤモヤっていうのはどんなモヤモヤですか？モヤモヤと一言に言っても、いろんな感情がその中にはあるんじゃないかなって思います。後輩のことを思うとどんな言葉が出てきますか？後輩になんて言ってやりたいですか？まあこれもね、あの実際のカウンセリングやったとしたら、もうまずとことんお話をお伺いして、お気持ちを聞いてっていうところから始まるんですけども、まあまあレターですのでね、こう実際質問して答えてもらうことはできないんですが、まあこのモヤモヤですよ。うん、これは何ですかと、モヤモヤ。そのご自身の気持ちを丁寧に見てあげる、こう丁寧にね、こう汲み取ってあげることで、何かちょっとヒントが得られることがあるかもしれないですね。モヤモヤってなんだろう。もしね、なんか言いたいことあるんやったら、直接言うとちょっと角が立つかもしれないんで、もう家の中で一人で言うでもいいですよ。最近いろいろお伝えしてるクッションバシバシ殴るとかね、腹立つわあの後輩言うて、こう自分の感情ね、溜め込んでるもんがあるんやったら、ぜひね、出してあげてください。ノートに書き殴ってもいいし、感情は溜め込みすぎると爆発してしまいますんで、はい。あの定期的に自分でちゃんと出してあげる、解消してあげるね、っていうことで、まあ後輩に対してももうちょっと寛容でいられるかもしんないですね。うん。で、ご自身に余裕がないと、余計やっぱり余裕ない状態でね、人に優しくって難しいので、自分の余裕もちゃんと作ってあげる。それが感情をちゃんと出してあげることかもしれんし、自分の日常生活とか、あとお仕事に関しても後輩のフォローね、回らなあかん時もあるかもしれん、あるかもしれんけど、それ以外の部分でちゃんと自分は自分で、時間を整えたり、体調を整えたり、自分の健康は自分で保つっていうことをすると、もうちょっとモヤモヤをこう感じながら、感じるっていうのが和らぐかもしれないですね。でね、これはこの匿名さんがもしかしたらこうふんふんって受け取ってもらえるんちゃうかなと思ってお話しするんですが、これ思いつきですよ。僕の思いつきなんで、別にええわと思ったら聞き流していただいていいんですけど、でもしかしたらね、あのこの匿名さん、今後輩のあの欠点を見つけるプロになってる可能性があるんですよ。後輩がいかに
いかに手のかかるやつかっていう理由を、原因というか理由を、探す達人。指導中も不適されるし、同じミス繰り返すし、欠勤も多いし、あれやって言うてもできひんし、これもできひんしって言って、後輩ができない理由を挙げてって言ったらいくらでも挙げれると思うんですよ。だって書ききれないほど問題起こしてますって書かれてるんで、その問題を認識するプロにちょっとなられてるかもしんないです。だからこれもう、なんやろな、その人間ってやっぱ悪いとこに注目しようと思ったら悪いとこしか出てこないんですよね。で、そしてその悪いとこっていうのはいくらでも見つけられる。脳科学的にもね、まあそういう仕組みがあったりするんですけど、なんか後輩の悪いとこを探すのがすごく長けていらっしゃる状態になってるかもしれん。それやとね、まあ、やっぱりあかんわ、こいつ。やっぱあかんわ。だからあかんねん。やっぱりそうやってて。やっぱりって言って、どうせそうやってね。悪いとこばっかり目ついてしまいますんで。それやとね、もやもやはね、尽きないと思うんですよ。だから逆に、いいとこ探すプロになられてはどうですか？後輩、そんなね、ふてくされるし、ミス繰り返すしっていう手のかかる後輩かもしれないですが、いいとこきっとあります。その後輩のいいとこ。どんなね、小さなことでもいいんで、1日3つ、無理やったら1つ、ね、見つけてあげてください。で、すると悪いとこばっかり見るマインドからはちょっとまた変わるのかなっていう気もするんで、まあそれでね、ちょっとご自身の変化も、確かめていただいたらどうかなっていうのは一つ思いました。っていうのと、このね、後輩、出来の悪い後輩がいることによって、必ずこの匿名さんが得していることがあるんですよ。これちょっと受け入れがたいかもしれないですけど、この後輩、手のかかる後輩、フォローばっかり回って、もういつも損してるわと、もう私もやりたいことできひんわと、ね、もやもやするわって思われてるかもしれないですけど、この後輩がいることで、必ずメリットがね、あるんですよ。だから、この後輩が存在してるんですよね。これはちょっと頭の片隅に入れといてもらってもいいかもしれないです。まあ、もう、はぁって思われたらはぁで大丈夫ですので、もしかしたらそうじゃなかったかもしれないんでね、僕のね、見当違いな発言やったかもしれないんで、それはもう不採用にしていただいていいんですが、ね、もしかしたらこの後輩がいることで私が何か恩恵を受けてるかもしれない。メリットを受けてるのかもしれない。っていう考え方、まあ、これでもしね、もしかしたらってなる日が来るかもしれないです。で、その時は、このモヤモヤっていうのがまた違った感じ方をね、するかもしれないので、いや、きっとね、この後輩がいることで得してる部分ってあると思うんですよ。まあ、これを目的論っていう言い方をしたりもするんですが、後輩が、出来の悪い後輩がいるからモヤモヤする。出来の悪い後輩がいるからフォローにいつまでも回らなあかん。ね、問題ばっかり起こされるじゃなくて、もやもやしたいがために、まあもやもやっていうのもね、もうちょっと、解きほぐしてったら他の感情、いろんな感情がね、お気持ちが出てくるかとは思うんですが、もやもやするために、後輩のフォローに回るために、出来の悪い後輩という、人物が登場していると。出来の悪いもん後輩に頭を悩ませていると。何か目的があって、受け取ってるメリットがあるからこそ、出来の悪い後輩という存在が登場しているっていう考え方もちょっとあったりするんで、これはね、どっちが正解とかどうこうっていう話ではなくて、こういう捉え方もあるよっていう、まあちょっとはぁみたいな、後輩には悩まされてばっかりでメリットなんてありませんって思われるかもしれないですけど、まあまあまあ、いろんなね、このものの見方をちょっと、私できればなと。で、それでちょっとご自身でまたいろいろ向き合ってみていただいて、何かこう、また感じ方とかね、いろいろあると思うんで、まあそれこそレターにもあったような心持ちですよね。どのような心持ちで後輩と接すればいいかっていう、ちょっと材料にしていただければなと思ってお話ししてみました。はい。という感じでいかがでしょうか。
はい、引き続きねレター募集していますので、匿名で送っていただけます。ご相談ご質問何でも結構です。スタンドエフエムアプリのレターから送ってください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。